た。ゆらゆら。ご視聴ありがとうございます。なんちゃってギター大工マンです。今回は飛行機雲の弾き方を解説します。左手で押さえるコードや右手の動きがよくわからない方は基本動画をご用意しておりますので、そちらも合わせてご覧ください。講座では歌いやすいキー、押さえやすいコードを最優先。そこで今回は5フレットにカポタスト、 C コードを軸に進めてまいります。3フレットまでカポタストを下げるとオリジナルと同じ高さになり、アーティストの音源に合わせてコラボ演奏を楽しむことができます。ではいつものようにコードチェックから。使うコードは全部で11種類、アルファベット順に見ていきましょう。 Am7 は5弦がベース音、和音の要となる低音です。5弦から響かせましょう。 C コードも同じく5弦がベース音、5弦から。人差し指を離して Cm7、 こちらも5弦から。Dm7 は4弦がベース音です。4弦から。 Dm7 も同じく4弦がベース音、4弦から。 Em7 は6弦がベース音です。6弦から。 F コード、講座では押さえやすい簡易型を使います。6弦5弦を弾かず4弦から。人差し指を浮かせて1弦を開放にして Fm7、 こちらも4弦から。 G コードは6弦がベース音です。6弦から。 Gm コードも講座では押さえやすい簡易型を使います。3フレットの1、2、3弦を人差し指で一気に押さえ込んで、主に3弦から下を響かせましょう。最後は G7、 6弦から。コードチェックが済んだら次は右手の動き。今回はストロークです。図をご覧ください。ハートマークが4つ、これは4拍の間1拍ごとに大きな矢印と小さな矢印、すなわち普通の引き下ろしと小さな引き下ろしを組み合わせて計4回。これを言葉で表せばジャンツ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 というイメージです。では左手でネックを押さえて音を消して、このジャンツ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 のストローク練習をしてみましょう。図の1セットを2回、ゆっくり4カウントで入ります。1 2 3 4、ジャンツ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 、もう一度、ツジャンツジャンツジャンツ。では今度は左手 C コードを押さえて、同じくこの1セットを2回ご一緒に4カウントで入ります。1 2 3 4、ジャンツ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 。ここから先、習熟スピードには個人差があります。画面左上、緑色のマークが出ているシーンはゆっくり演奏している部分です。動画を繰り返し再生され、一緒に弾いて練習を重ねてください。ではメロディーラインへ入っていきましょう。序盤の2行、まず1行目のゆっくりお手本を先に聞いてください。白い坂では、この行をゆっくりご一緒しましょう。3カウントで入ります。1 2 3、白い坂道が空まで続いていた。1行目が標準スピードに達すると、白い坂道が空まで続いていたとなります。続いて2行
行目、まずゆっくりお手本です。ゆらゆら繰りご一緒に、今度は4カウントで入ります。 1,2,3,4 ゆらゆら2行目が標準スピードに達すると、ゆらゆら影の丘あの子を包むとなります。続いて中盤の2行、まず1行目のゆっくりお手本です。誰も気づかずただ繰りご一緒に、今度は2カウントで入ります。 1,2 誰も気づかずただ標準スピードに達すると、誰も気づかずただあの子は登っていくとなります。続いて2行目、まずゆっくりお手本です。何も一緒に、今度は4カウントで入ります。 1,2,3,4 何もそれないそして舞い上がる。2行目が標準スピードに達すると、何もあります。そして終盤の2行、1行目、ここはジャンツよりさらに激しくジャカジャカのノリで弾いてみましょう。まずゆっくりお手本を聞いてください。空に憧れ繰りご一緒に3カウントで入ります。 1,2,3 空に憧れて空を駆けてゆく。1行目が標準スピードに達すると、空に憧れて空を駆けてゆくとなります。そして最終2行目、まずゆっくりお手本です。あの子ゆっくりご一緒に4カウントで入ります。 1,2,3,4 あの子
最終行が標準スピードに達すると、あの命は飛行機雲、となります。一番子の弾き方は以上です。次に最終盤、コードがやや変化する部分を弾いてみますので、自主練習にお役立てください。空に憧れて空を駆けてゆく、あの子の命は飛行機を。今回の課題曲はストロークアレンジでお届けしましたが、アルペジオでもよく似合います。講座でよくご紹介しているタラリラタラリラで少し弾いてみます。白い坂道が空まで続いていた。右手の動きタラリラは基本動画のほか、画面テロップでもご案内している回でも詳しく解説しておりますので、ご参照ください。全体の弾き方解説は以上です。この後、動画下概要欄よりリンク先へ進まれ、別冊付録、飛行機雲、なんちゃってお手本演奏をぜひご視聴ください。そして弾き慣れてくれば、コラボ演奏にも挑戦なさってください。ということで本編のご案内はここまで。お疲れ様でした。